たか、お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義時対馬第一の早業の武者を頼みて、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡。急いで逃げたのか？古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。
猛虎だ、隠れろ。Herr Hartmann, bitten! Da, gut, da! Беги, сын отцов. Yeah.
진하루, 어찌 빼리? Не кисло, гонор, пайну, метедер. Эртень, пену. Отца дерс митен сирым степа.
けはない。参る。どうした？どうした、クルティル？あの姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いは。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。どうしてか、なぜ対馬なんだ。古賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。
古賀はここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。せっ、ん？
光消え、草覆われてさもらえり、世は皆知らぬ物隠しかな。何も知らないんだ。人のうめき声だ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。これ以上は何も知らないんだ。これ以上は何も知らないんだ。何も知らないんだ。
やめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。Negium Hassin. Arvo! Seyyu Ahtar! Zip! Tarlak bir çiç! Her ya Cingo! Tırnik atsoy! Yamrı ne gibi Arvo! Ten harak de gül ben! Ne kumsum tevla! Ne kum betin de hara den! Yeah!
犯人は猛虎を連れた男か。祖父から四殿一線を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。に得得させるわけにはいかぬ。一番手は誰だ？答えるか、感触がない、アッセン！誰かが切り倒して渡ったようだ。馬が
連れてきた猛虎だ。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。
志村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。志村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。Yeah.
実に穏やかだ。かような地があるとは。さあさあ、どうぞお入りください。神鹿様はじきに戻られます。Thank you.